皆さんこんにちは、岡野奈美です。今日はこちら、じゃーん、吉永小百合さんの日活デビュー65周年企画特別記念版、濱田光雄さんとの純愛コンビのボックスです。40作を超える共演を重ね、日本中に愛された吉永小百合、濱田光雄純愛コンビ特別選集ブルーレイボックス。純愛コンビって歌って商品化されてるのがまずすごくないですか。こちらの紹介動画になります。この純愛コンビの共演作5作ブルーレイ化が初なんですよ。こちらボックス豪華ですよね。すごい、本当に可愛い。なんか最強じゃないですか、この純愛、もう最高。ガラスの中の少女、愛と書を見つめて、赤いつぼみと白い花、潮騒、大空に乾杯。この予告編、これが特典ディスクですね。よくなんか DVD のデザインっていろいろあるじゃないですか。なんかデザインが凝っててすごい綺麗なデザインで、すごい嬉しい。待って、私このチャンネルで紹介してる作品多くないですか。待って、あ、これだけだ。あと、あ、愛と死を見つめて紹介しないとです。でこれがその初ブルーレイ化、今まで DVD 化にはなってる、全部一応なってるんですけど、ブルーレイになったのが今回初めて で画質がいい。画質大事でしょ。そしてこちらですよね、純愛コンビの予告編集。これが共演作から36作の予告編と貴重な特報8作を全タイトル HD リマスター映像にて特別収録。ありがたい。だからこれ予告編だけで143分ですよ。豪華すぎません？なんか特報がなんか今までの DVD にも入ってるものもあったんですけど、でも初めて見るのもあって、これめやばいですよ。ハマヤンのあの君や恋人の時の特報、ご自宅から撮影所に行く時、なんかちょっと目ちょっと調子悪そうでちょっと心配になるんですけど、ご自宅、あのお母さんまで動いてる、お母さんが動いてる。なんかその当時のアイドル雑誌とかでお母さん母一人子一人みたいな、よく出てこられるじゃないですか。お母さん、ゆきえさんのカラーの動画が初めて見て、めっちゃ私は感動した。もう濱田光雄さん産んでくれてありがとうございますっていう。でしかもなんか映画の映像じゃない映像とか、まあ、そのために撮ったのとかあるんでしょうね。その特報とか予告編のために、日活ヤング&フレッシュのゴーゴー向こう見ず作戦のシーンをヤング&フレッシュが撮ってるのを浜ヤンがうーんって見てるみたいな、その撮影所てか特報とか予告編とか豪華じゃないですか。映画の世界だけじゃなくて、濱田光雄さん俳優さんとしてのなんかその素の姿とかを見れて、なんかすっごい最高。みかん食べてるやつとか、嵐の勇者たちの時のみかんもぐもぐしてる濱田光雄さんとかめっちゃ可愛い。あとなんか監督さんとかが出てくる、その文字ですごいお名前だけよくクレジットとかでバーンって入ってくるじゃないですか、監督さんの名前なのに、その資格で、あ、こういう人が撮られてるんだみたいな、マニアには嬉しい。本当特報見るだけで私泣きながら見ました、これ。もう好きすぎて。で、こう特典のブックレットがあって、こう日活映画、当時の映画日活の情報が伝えられてた冊子、日活映画の純愛コンビのいいページを特別編集された冊子が特典でボックスについてます。で本当に僭越ながらこちらの解説って言えるのかなっていう拙い文章を寄稿させていただきました。今回私がありがとうございます。本当にこのなんかずっと日活に対して、純愛コンビに対して、もう熱苦しい思いだけで、こう大好きっていう気持ちだけで世間にお伝えしよう、語ろうっていう、ただ一人で突っ走ってたものが今回関わることができて、本当に本当に嬉しいです。
本家日活さんに伝わってたんだっていう感激と感動と、ちょっと恥ずかしいぐらいですけど、この魅力というかこういうとこが好き素晴らしいっていうのを、まあ、いつもやってることです。それを今回文章で寄稿させていただきました。少しでもお役に立ててたら幸いです。このボックスだけでも映画見て予告編見て冊子読んで、もう当時の日活撮影所の空気をすごい感じられるなってすっごい嬉しい。日活時代のさゆりさんの青春、浜やんの青春、1960年代の青春を思う存分堪能できる、もうぜひ皆さん手に取って見てみてください。この前本当にありがたいことに吉永小百合さんのトークショー付きの詳細と風車のある街を見に行けたんですけど、なんか改めて純愛コンビって特別なんだなって、いまだにその2人交流があるっていうのも嬉しいですし、なんか65年だってお二人とも現役で活動されてる俳優さんっていうのも、この今ほんとこう純愛コンビを再びフィーチャーされる機会があって本当に嬉しいです。なんかそう、このボックスと新聞芸座のトークショーと、そう神保町シアターの特集上映とさゆりさんの写真集が出てて、そちらもこの65周年記念企画、実質我らが浜田光雄さんの特集でもあるメインの企画、純愛コンビ最初からこのガラスの中の少女最初の奇跡が始まってるのが本当に素晴らしいですよね。これがすっごい好評とかで第2弾第3弾とか出て、もう今のお二人が共演してくれたりとかしたら最高ですね。こちらで純愛コンビの本当にキラキラした幸せにみんなで浸りましょう。はい、では今日はこの純愛コンビブルーレイボックスの紹介でした。最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価とコメントもよろしくお願いします。バイバイ。